鈴の観念出番みてえだな。注意、曹操のは相手は故にこのいじみ頼もし。なるほど、面白え。観念、あざなは硬派。元は水族として幅を利かせた荒くれ者である。劉表高祖に仕えるが重用されず、満たされぬ日々を送っていた。そこへ孫権軍が攻め寄せ、孫吾の戦に心打たれた観念は帰順。今観念は孫吾の一員として曹操軍を迎え撃とうとしていた。みんな頼んだぞ、優先せよ。しかし死ぬな、必ず生きて曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばならない。わかった。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。ここはいただきだぜ。まさかここまで巻き返すとはね。なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。よっ、皇軍やめ。我が軍はここで迎撃態勢を取るぞ。こう焦っても良いことはないわ。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。派手に甘えるぜ。これはまずい。何かいい手を考えないとな。よっしゃ、野郎ども、引き上げだ。波動、阻む者は切り捨てるのみ。曹操様の邪魔はさせねえだよ。おいらが相手だぞ。そうか、死にお前を殺すな。逃がさねえぜ。よっ、行くぜ。これで勝ったと思うなよ。よっしゃ、敵将
仕留めたぜ。よっ、できぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。ええ、これは曹操とどう相対するか。孫悟にとって最善の道を探らねば。曹操軍と孫悟、ごちゃごちゃと何を迷ってんだ。奴と喧嘩するために俺を誘ったんじゃねえのかよ。負けにビビってちゃ喧嘩なんかできねえぞ。覚悟決めて突っ込みゃいいんだよ。殿、周囲こうでなくっちゃな。でけえ喧嘩をするためにここに来たんだからよ。よっしゃ、鈴の勘で思いっきり暴れてやるぜ。上等。太子寺やじいさんたちの弔い合戦だ。派手にぶちかましてやるぜ。両毛、両毛、いかな大軍相手だろう。藩を葬った。だが間もなく両毛は病によってこの世を去ってしまう。その後関寧もまた一線を退く。将の身分を捨て
悠々自適の生活を送っていた。逃げるんじゃねえ、その匂いよこせ。さもねえとおめえら誰の許可でやってんだ。ああ、おめえこそなんだ、一人で英雄気取りか。おいてめえらやっちまえ。そうこなくっちゃな、行くぜ。鈴の音、まさか噛んで孫悟一の猛将と名高い、あの…もうよ、鈴の観念って言や俺だ。だけど、今は引退して、好き勝手やって…おお、観念殿、どうか、我らを仲間にお加えください。我ら、戦乱で田畑を失い、こうして、毒に身を落とす雨に…なんで暴れられると思ったのによ。しゃあね、まずは獲物の選び方から教えてやるぜ。お願いします。